パワープラネット TV の高木幸恵です。コンタクト、今回は映画監督の土屋豊さんとともに映画関係の話題をお届けします。今日のゲストは映画プロデューサーの大沢和夫さんです。大沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大沢さんは2008年に公開されたバックドロップクルディスタンや昨年公開されて話題となったアヒルの子などさまざまなドキュメンタリー映画の制作に関わっておられる方です。で、今日はその若手映像作家によるドキュメンタリーのテーマ性とか、まあ、彼や彼女らが何を撮ろうとしているのかについてお話を伺っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それではまずは今週のニュースをお伝えします。福島第一原発の事故を受け、9月19日、作家の大江健三郎さんら9人の呼びかけで、脱原発を訴えるさようなら原発集会とデモが東京明治公園で開催されました。皆さん、核に依存して生きることは人類は絶対できない。核と人類は絶対できない。原子力によるエネルギーは必ず荒廃と犠牲を伴います。主催者発表によると約6万人が参加。脱原発を訴えるアクションでは過去最大規模のものとなりました。緊張します。緊張した。どっから来た。福島の渡りから。みなしを飲まろう。原発いらない。張り巡らされた安全キャンペーンと不安の狭間で引き裂かれていく人と人とのつながり、毎日毎日いやおうなく迫られる決断、逃げる逃げない、食べる食べない、何かに物申す黙る、さまざまな苦渋の選択がありました。私たちは疲れとやりきれない悲しみに深いため息をつきます。でも口をついてくる言葉は、私たちをバカにするな、私たちの命を奪うなです。ニュースをお伝えしました。それでは改めてゲストをご紹介します。大沢和夫さんです。よろしくお願いします。お願いします。大沢さんは日本映画学校の映像科を卒業後、主にプロデューサーとして、また作品によっては配給や宣伝、構成や編集として、いろんな形でドキュメンタリー映画の制作に携わっていらっしゃるということですけれども、はい、ちょっとビデオにあれですね。そうですね、大沢さんの関わってきた作品をビデオにまとめたのでご覧ください。2008年に公開されたバックドロップクルディスタン。当時24歳の監督がクルド人難民の一家を追いかけ、3年の月日をかけて完成。毎日映画コンクールでドキュメンタリー映画賞を受賞するなど大きな反響を呼びました。生きづらさと対峙する若い世代を浮き彫りにし、現代の家族の在り方を問い直したアヒルの子。まあ、父さん母さんにとっては過去かもしれんけど、うん、やっぱすごいもう寂しかったんやと思う。生々しい描写を通して人とのつながりや家族の絆を浮かび上がらせる異色ドキュメンタリー、ライン。いずれも監督のセルフドキュメンタリーであるこの2作品は、
新世代のドキュメンタリー映画として衝撃と共感を与えました。渋谷で出会った一人のストリートミュージシャンの夢と挫折とその後を描いた映画どこにも行けない。傷つきもがきながらも必死に生きようとする若者の姿が現代を生きる私たちにどう生きるかという問題を問いかけます。今までの19年間なんか外ばかりされてる気がしてさ。はい、ご覧いただきました、はい、3本なんですけど昨日ですね、はい、立て続けに3本見たら、はい、結構これきついなっていうか、そうですね、まあいろんな、それぞれ3本の中の主人公の人たちが、はい、あるいは監督が、厳しい感じのを見させてもらって、うん、どうなんですかね、まあ家族をテーマに主なテーマにしたのが、まあ、アヒルの子もちろんそうですし、うん、まあ、ラインだったらラインの何ですか監督のお父さんとか、うん、どこにも行けないの方も、まあ、完全に家族テーマってわけじゃないですけど、うん、そのお母さんが出てきたりとかってしてて、うん、まあ、自分とごくごく近しい家族、うん、あるいは周囲の友達とか、うん、そういう関係の中でこう出来上がってきている映画ではあるんですけど、うん、その辺どうなんだろう、その家族みたいなのがどんだけこう重要というかな、その、うん、映画のテーマとして、うん、監督の彼や彼女たちにとって家族っていうのが どうなんだろうというか、家族ってそんな大問題なんだろうかとか、うん、そんなふうなことをちょっと考えたりしたんですけど、うん、実際まずそのあたりのとこから伺いたいんですけど、うん、まあその監督とかといろいろお話とかもされたと思うんですけど、うん、どうですかその家族問題今、うん、今紹介していただいた4作品、まあ、それぞれ監督が違って、まあ、それぞれの中でのもともとのその作品を作るきっかけっていうのがあったと思うんですけども、多分家族というものを、まあ、題材にしたというのは多分それは結果的になったということだとは思うんですね、うん、まあ僕はその日本映画学校でそのドキュメンタリーの勉強をしてて、いろいろなこうどういう作品を作るのかとかですね、うん、まあ、企画を出したりとかするんですけども、どうしてもその身近な題材に、まあ、そのいろいろな学生メンバーがいるんですけども、身近な題材のものが出てくると、うん、でそれは多分なかなかその僕が今36ですけども、僕よりもう少し下の世代も含めてなかなかその他者であったり、うん、その社会であったり対峙するこう必然性がどうしても見出せない、うんうん、というものがあると思うんですね、うんうんうん、でその結果自分の中で一番その引っかかるものという時に自分という軸だったり家族っていう身近なものが結果的にそういった題材に最初の作品の方では行ってしまうということになるのかなというふうには思っています、うんうんうん、だからあれなんだよね、その題材を見つけようとして、うん、家族に、その時の自分の そのそれよりもっと広い社会みたいなものに行くより前に自分だったり家族だったりに行くという題材をまず見つけるっていうのが先で、見つかったのが自分で家族でっていうことの順番だから、まず家族を撮りたいっていうことよりもいろいろ考えたんだけど、まあ家族しかないっていうか、そういう感じなんですかね。そうですね、でその時にまたプラスで加わってくるのがその自分の中でのその、もやもやした感じであったとか、うん、自己実現性の部分ですね、うん、作品を作るということとイコールとその自己実現性というもの、そういったものが、一緒になる、まあ、一緒になる、そこら辺が、うん、くっつくと、まあ、いわゆるセルフドキュメンタリーという思考に、うん、まあ、なったという結果になるんですかね。だから なんかね、その一番こう見ててあれなのが、なんだろう、どうしてこの人たち辛いんだろうみたいなのが、うん、最初にこの家族のこういう大きな問題がずっとこう引っかかってて、とにかくそのことを取りたいんだっていう、なんか勢いがちょっとね後付けっぽい感じが感じられるんです、うん、アヒルの子とかにしても、うん、映画を撮るから、うんうん、この家族の問題が今まであって、この映画を撮ることをきっかけにして、うん、こうなんて言うんだろう、当たってそのそれぞれの家族にこう話をしていくっていう構成になってると思うんですけど、
なんかね、映画が映画を撮るってことがなければ別に問題化しなかったというか、なんかそんなような気がして、まあ演出として問題化していって、それがどんどんこう映画があることによってこう、まあちょっとこう家族の中でこう大きな問題になるんだけども、そうじゃないか、映画を撮るってことじゃなかったら、もともとそこに何かなんていうかな、人にこうそれを伝えてまで何か訴えたいことみたいなのがあんまりどうなんだろう ないんじゃないかなみたいなこともあって、その辺がちょっとどうなんだろうなと思ったんですけど、確かに今その土屋さんがおっしゃられたことで、何が先なのかということだと思うんですよね。その卵が先か鶏が先かと一緒で、映画を作るために作るのか、何かを伝えるために作るのかというところが、まあ、アヒルの子であったり、まあ、ラインもそうだと思うんです。でバックドロップクルディスタンもまた同じなんですよね。まず自分の引っかかり、そういったものを何度か映像に収めたい、映像として捉えたいというところがまず先に、それぞれの監督あったと思うんですよ。ただ完成してからまたその映画が、映画として他者にどう伝わるのかということを、まあ、その3作品どれも劇場でやりましたけれども、その作るという過程と見せるという過程、また別の過程を通してまたそれが映画になっていく、で監督それぞれが人に他者に見せるということ、特に自分の姿、自分の映っている姿を他者に見せるということで映画になっていくし、監督もまたその作品の監督に共に映画と一緒に成長していくというふうには実感として、その制作から、まあ、公開に至る過程を追走していく中で僕は一番感じていることです。前にもどっかで僕が書いたのかどうか覚えてないですけど、まあそれぞれがこう辛い思いをして、それが映画を通して、何らかの形で解消されていく、例えばアヒルの子だったら親子に挟まれて眠りたいと言って、なんとなく終わっていく、のがあったりして、それはだから別に映画じゃなくて家族の中でやってもらえばいい話って言えば言えるじゃないですか、それをこう観客としてそれを見ることが、観客にはどんな、何を与えてくれるんだろうと思って僕は見てたんですけど、その辺が何だろう、そこに僕は新しい発見はちょっと 見られ僕自身は見られなかったし、まあ二人で挟まれて眠って認めてあげて愛をとか言われても、まあいいんでしょうけども、映画として見た場合にどうなんだろう、何を俺もらったんだろうっていうかそんな感じがしたんですけど、まあそれどうなんだろう、まあ作品の感想には なっちゃうかのかもしれないんですけど、そういう主人公あるいは監督たちが映画を作り公開しどんどん成長していって、何か自己実現なり何なりを遂げていくっていうのは監督としてはいいと思うんですけど、じゃあ観客は何をもらえるのっていう話なんですけど、そのあたりはアヒルの子とラインという作品、去年、5月にポレポレ東中野で公開したんですけども、実はまあ、作ったからには、劇場で多くの人に見せたいと、まあ、その大体1年前ぐらいから公開しようという形で動き始めたんですけども、ちょっと迷いがあったんですね、個人的には、もう実は今土屋さんがおっしゃられたように、こういったその、その自分の傷をある程度さらけ出す、自分自身をさらけ出すという作品のあり方というものがもう時代的にちょっと受け入れられないんじゃないかなと、という少し懸念があったんです。以前にそのファザーレスという、まあ、同じ日本映画の作品であったんですけども、そういった作品が確かあれは90年代2000年代入る前だと思うんですが、の時代はまだそのリストカットであったりとか、そういったその若者のそういった内面的な苦しみというものが比較的クローズアップされてた時期があったと思うんですね。あそこからやっぱり2001年以降、まあ、9月11日のああいうテロがあったりとか、もう少しその社会的意識が比較的グローバルな意識になってきてる、その時に個人の日本のそういった個人の生きづらさ、そういった作品が果たして劇場でやる意義があるのかと、どういったお客さんが見てくるのかと、という実は懸念はあったんです。ただ、まあ、そういった懸念の中で実際に公開してみて、まあ、アヒルの子であったりラインであったり、やはりその作品を見て自分と照らし合わせて
見るというお客さんがやっぱり相当数いたと、あのまあ実際の小野沙耶香、小谷忠相監督のように家族の中でのそういった悩みを抱えている、うん、悩みを抱えているという人がその自分自身を確認するように映画を見るというお客さんの層が、うん相当数いたと、うん、あともう一つ面白かったのがお客さんの層で言うとある種エンターテインメントとして、うん、あの彼女のその破壊衝動に関して、うん、例えば小野沙耶香、アヒルの子の小野沙耶香で言えば彼女の破壊衝動をある種のエンターテインメントとして楽しんでみたという、うん、あの一般的な映画ファン層ですね、うん、そういった層がいたということ、うんうんうん、その2つがかなり、両極端にいたということはとても面白かったですね。まあだからそうですね、その共感して自分と照らし合わせて、うん、ああ分かる分かるっていう、うん、まあすごいさ、意地悪な言い方すれば、うん、なんか自助グループの、中で、みんなでああ分かる分かるってやって、うん共感を得て、っていう別にそれはそれでいいと思うんですけど、うん、そういうものとして、うん、考えればいいんだけど、うん、例えば共感できない人、うん、例えば俺みたいな人は、うん、どうすればいいかっていうか、まあ、これ僕 の話になっちゃうんですけど、前ソーナフリータっていう映画をプロデュースしたことがあって、主人公岩渕弘樹っていう監督が主人公で、はいキャノンの工場で派遣労働で働いてる日々をこう撮ってるんですけど、うん映画は面白かったと、うん、だけど岩渕君の生き方はとにかく間違ってるぜみたいな、うん、そういう共感してない人がいたりして、岩渕君の生き方に、だけど映画はいいんじゃないかっていうことを言ってくれた人がいたんですよ、うん、だからそういうことがあってもいいはずで、うん、でさっきなんだアヒルの子だったら、うん、共感というよりも映画のそのなんていうかエンターテインメントとしてというか、うん、それとして楽しむ人がいたっていうことは、うん、そういうことだと思うんですけど、はい、それがあれば、うん、なんていうかな映画としての成立してる感はあると思うんですけど、うんまあ、要は言いたいのはですね、その彼女、うん、彼らがこう何か辛いものを抱えていて、それが何らかの形で癒されていくっていう過程なんですけど、うん、じゃあなんで辛いのかっていうことを、うん、もうちょっとこうなんだろうな俯瞰する視点で、うん、もうちょっと広げて、うん、こう言ってくれると、うん、あ彼女個人の問題じゃなくて、うん、まあ俺にも関係あることだなみたいな風に広がっていくような気がしてて、これもまた自分の前の作品を引っ張り出してきて申し訳ないんですけども、うん、新しい神様っていうのは10年前に、はい、撮って、うんまあ主人公の網谷かりんさん、伊藤博人さんのやってるバンドを追ったわけですけど、うんまあ、彼らがこうなんかモヤモヤしてるのは、うん、なんか理由があると、うん、あるはずだと、うん、で俺も同じように なんかこう抱えてるもんがあるから、うん、それの理由を探す、うん、で探したらそれを解決する方向を探すっていうことを考えて、で映画の中では網谷かりんさんはこのモヤモヤとした嫌な感じは戦後民主主義が悪いんじゃないかって言ってて、で僕は天皇制国家による、はい、日本のなんだろうみんなが同じように生きている、うん、そういう状況が悪いんじゃないかってこうすごい大冗談に構えて、うん、問題はそこだって言ったわけですよ、うん、でも彼らたちは問題はここだって、うん、なんとかきちんと追求してないっていうか、うん、山口の話は出てくるんだけど、うん、お兄様の話も出てきたり、うん、あるいはそのどこにも行けないの自己実現したい、ドリカムの誰々になりたいって言ってる人はなんで吉田美和に私になりたいのかっていうことを追求しないじゃないですか、その辺を、うん、例えばプロデューサーとか構成とかに関わりながら、うんはい、なんか思うところはないですか、うん、それは実際ですねその作家にですね作り手、まあ、監督と言っていいでしょうか、うん、に求めるというのはちょっとその最初の、彼らの最初の1本目の作品、うん、で発端としては自分がどうしても引っかかるもの、それは理屈とかどういうこと社会状況を説明するかではなく、うん、そういった題材を扱うものを撮った監督に作品を作る上で特にまあもう本当に編集構成ですね、うん、そこの部分で求めるのはやっぱりちょっと酷で、うん、そこのところを今まで僕が担ってきた部分が、多くあります、うんうんうん、どうしてもその自分の思いであったり、うん強い意識の中で映像に捉えたものに対して彼らがその俯瞰して見ることがどうしても難しい、うんうん、そのために、僕が比較的、まあ、仕上げの時に俯
俯瞰してみるという役割を担うことが多かったんですね。でただそうは言っても、例えばアヒルの子で言えば、その家族というものを壊すという図式ですね、うん、その家族というもの自体が、その、まあ、戦後ではなくてもその近代の社会の、そのある社会構成の一つの小さな枠、一番最小単位です、うん、その枠組みすらががんじがらめになっているという、あるその俯瞰した図式ですね、うん、起こっていることは、小野家の中でのある種の内紛でしかないわけですけども、うんうん、そういった図式を、そういうふうに見えるように一応は考えては作ってはいます、うんうんうん、でバックドロップクルディスタンで言えば、そういった個人が、野本勝という個人、監督個人が抱えている他者となかなか向き合えないと思う、うん、それを大きな民族問題ってものを、その火山キラン一家という人との出会いを通して、うん、そういったものと関わるという一応図式ですね、うん、それを映画の中では一応構成しているつもりではあるんですね、うん、ただそれが映画自体が描いているのか、映画そのものがその、社会的な図式を内包しているのか、多分その捉え方にもよると思うんですね、うんうんまあ、じゃあその過程で監督と大沢さんとの間で、うん、大沢さんがこれはこういうことなんだろうみたいなことを言うけど、いや全然違う、そんなお父さんみたいな言い方やめてみたいなそういうのはないんですか？よくあります。あ、やっぱあるんだ。多々ありますね。それは、はい、それはどういうふうにこう話し合いながらってことですか？それはまあ、僕がいろいろ理屈をこねるわけですね。いや、これは日本の社会構造の中で家族は社会の最小単位でとかですね、うん、でそういうことを言うわけですけども、うんまあ、本人としてはとにかくもう気合い入れて撮ったんだから、うんうん、ここを使ってくれとかそういうことですね。そういったものの、でもせめぎ合いの中で作品としても、うん、ただ少なくとも少し、例えば作品の中である種いびつなものがあったとしても、うん、構造上その整合性が取れないものがあったとしても、うん、どこか強いものと強いもの、うん、訴求力のある場面であったり映像っていうのは、そこの持ち味は削ぎ落とさないように、全体的には作ろうという意識はしてるつもりです。それでですね、はい、いつもこれ言われるのは、まあ、1本は絶対誰でも撮れると、はい、こういう作品は、うん、で2本目がなかなか出てこないっていうのはもうずっと言われてることですけども、うん、彼ら彼女らは今、はい、2本目とか3本目っていうのはやってるんですかね？はい、まあ、どこにも行けないに関してはまだできたばかりなので、うんまあ、ちょっと次はまだこれからなんだけども、うん、その他の3人の監督は皆それぞれ作り始めています、うんうんうんはい、それはどうだろう、自分から離れてちょっとこうまた別のあれテーマでみたいな。そうですね、その自分自身が出るということは、うんまあ、ある監督もあるんですけれども、うん、ただ皆それぞれその最初の作品で自分というものを介在して、うん、自分自身とどこか対峙するという作品を作る。でもそういった経緯を通過することによって、他者の中で次は自分以外の他者を撮るときに、うん、その中での自分というものをどう介在するか、うん、他者の中のその私性というものをどこで見つけるか、うん、それをできるためにやるために自分自身と対峙してきたのかなっていうふうに思います、うんうん、今やってる彼らがその新作で作ってる過程を聞いてる、まあ、実際一緒にやってる監督もいますけれども、それはやっぱりその私というものをと対峙したことを通過した結果で、その他者の中での私性というものを、発見するきっかけになったのかなというふうには今思っています、うんうん、まあそういう通過、うん、自分を見つめるっていうことを通過した上で、うん、その視点でもって別のものを見ていくっていうことですけど、うん、まあいいのか、本当はだけどその自分を見つめるっていう点はまず消化した上で映画撮りたいっていうか、はい、最初の時点、まあ、うん、その自分を見つめるって過程すらももう映画になれるような、うん、制作環境があるっていうふうに思えばいいですかね、はい、普通にね、はい、普通になんかブログ書いて私辛いけどこうでこうこうっていうのと同じノリで映画も撮れるような、うん、環境ができてるって、そういう映画がそれは昔フィルムでやったら絶対撮れないですもんね、あんなのね、はい、だからそういう意味ではそういう自分が成長あるいはこう乗り越える、あるいは乗り越えられなかったということすらも、うん、日記に書くみたいに映画に撮れていけるような時代になっているということなんですかね、うん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 、そうですね。ただそれがその書き殴って、まあ、その自分の思うように書き殴るだけではなくて、うん、そこで他者に見せるという、過程、うん、行為を通過して、じゃあどう見られるのか、うん、どう自分自身が見られるのか、
じゃあ改めて自分の作品を他者を撮るときに作るときに、じゃあその他者を撮ることでまた自分自身がどう見られるのか、うん、そういったものを考えるきっかけにはなると思うんですね、うんうん、それが作るだけではなくって劇場公開であったり、まあ、上映も含めて他者に見せるということ、うん、その経験が彼らにとってすごく大きかったんじゃないかなと思います、うん、なるほど、うん、でどうなんですかその、まあ、公開したのそのなんだ、はいまあ、大してお金作るのにかかんないかもしれないですけど、まあ、宣伝とかもお金かかったりは当然すると思うんで、うんはい、その辺の回収だとか次の作品のじゃあ制作費どうするんだとか、その辺の話はプロデューサーとしてはどうなんですか。まあ、これまでのその作品は、まあ、監督が基本的にはこう一人で始めたりとか、うんまあ、あといくつかはまあ学生の、実習作品から派生したものであったりとか、うん、その何かこういう枠組み予算内でこういう作品を作ろうという枠組みではなかったんですよね、うんうん、どっかで撮り始めてなんとなくここら辺で形になるかなというところで作品としてまとめたと、うん、ただ今後その制作していく上である予算の枠組みである制作期間の中で作っていくという、でそれはもちろん、公開に至るところの回収も含めたそういった枠組みをきちんと作っていかないと、うん、当然作り続けることはできないと、うん、それはそのただ単に作品を作るということとはまた別のものですよね、うん、そういったその仕組みというものは、まあ、今後僕の役割として、うん大事になってくるかなと、うんうんうん、そうですよね。だから、うん大変ですよね。今僕も新作ちょっとまあフィクションなんですけどやってますけど、はい、もう本当に毎日洪水のようにお金出てきますよ。もう止められないぐらいに、はい、人が動くともうガンガン出てきますからね。単に駐車場3台止めただけでもう、ね、そうですそれだけでいっちゃうですね。なんとかまあその辺は、はい、月じゃ大沢さんにプロデューサーやってもらってここでいい具合にやっていただけるとありがたいと思っております、はい、あで終わりの流れに来てるんですよ ね、 すね、はいここでちょっとアワープラネット TV からお知らせをしたいんですけれども、アワープラネット TV では映像制作の基本を学ぶワークショップを10月から開催します、3ヶ月の入門コースです、興味のある方はぜひお申し込みください、来週は現代美術家の藤井光さんをゲストに宮下公園の問題について振り返ります。今日のゲストは大沢和夫さんでした。大沢さんありがとうございました。ありがとうございました。